どうも皆さんこんにちは。簡単ウクレレ教室ガズレレのガズでございます。このウクレレを使ってまたいろんな曲をやってみましょう。はい、夏でございます。あの名曲をやってみようと思います。ゆずの夏色でございます。はい、こちらはですね、原曲は結構ね昔の曲っていうかもう大定番、夏の曲の大定番に なっちゃいましたけどね、16ビートですよ。久しぶりに王道の16ビートみたいなのが出てきましたんで、またいつものようにね最初16ビートのあのかっこいいバージョンでやるんですけど、後から4ビートのゆっくり簡単バージョンもやりますので、最後まであの初心者の方を見てくださいね。あ、で、僕の動画を見てくれている方で初めて見たって方もいらっしゃると思うんですけども、ここにですね今ピッと出てると思います、簡単ウクレレ教室ガズレレの YouTube 完全ガイドっていうブログページがありますんで、そこにここクリックして飛んでいただくと、初心者の人はここを見てください。チューニングはこうやってやりますっていう目次みたいになってますん で 100曲以上こういうレッスンムービーが紹介してありますんでね。でいろんな演奏レベルがあるんですけど、まあ、右手のレベルをあの簡単にやれば、あのコードはねちょっと難しいけど、まあ、練習すれば覚えて いけると思いますんで、まあ、あのそっちの方もちょっと見て覗いてみてくださいね。それじゃ あの夏気分満載でゆずの夏色をやってみたいと思います。ちょっといろいろアレンジをねあの考えたんで、これ動画の後に解説しますから、やってみましょう。ひとまずはいノリノリですよこれ。はい、いきます。はい、それでは前奏からやってみたいと思います。ワン・ツー・スリー・フォー。駐車場の猫は首をしながら今日も一日を過ごしてゆく。何も変わらない穏やかな街。はい、そういうわけでゆずの夏色をですね、あのいつもの通りガズレレ超簡単バージョンで、これはですねウクレレにとってこのコードとかね使いやすいんで、まあできるだけ簡単にアレンジしてみました。はい、では最初コードの解説からいきましょう。いつものように、はい、 CFGAm G7、 もうこの辺は問題ないですね。はい、これ分かんない方は先ほど最初に言ったようにあのこっちのリンクのとこから勉強し直してくださいね。はい、で E7 ってコードが出てきます。はい、 E7 はちょっと見てもらうと分かるんですけど、 G7 と E7 と Em7、 よく言ってるけどこれ3兄弟です。見てください、まず E7 の2つの赤い位置みんな一緒ですよね。ここで G7 は2弦の1フレットが足され、 E7 は4弦の1フレットが足され、1弦何もないのが Em7 です。 Em7 と E7 と G7 は3兄弟で覚えちゃってくださいね。そうするとあの結構便利ですから。ただしこの Em7 にちょっと注目してもらいたいんですけど、ちょっといいですか、これ見えましたね。この場所とこの場所の2箇所なんですけど、こうやって押さえるといい、都合がいいですね。こうやって押さえちゃうとですね G7 行くときにいちいちこう指が回転するんで、ちょっとねあの効率が悪いっていうか、こういう押さえ方を人差し指を浮かしておくとね、このまま F に行くのも簡単だし Am に行くのも簡単だし、こういう風に押さえるじゃなくてこういう風にあの人差し指を浮かすのが結構ポイントになると思います。はい、それでですね
今はね CFG7 の E7 まで行きましたね。で D7 見てください。Em7 と D7 段違いなんですよね。はい、似たような形です。ちょっともう一回やってみましょう。 Em7 ここでしたね。 D7 ここです。こういうふうに段が違うんですね。こっち D7 ですよ。で D7 も同じように人差し指上げといた方がいいんです。例えば D7 から F っていうコードがもし来たとするときに、したらこれを離してこれを足せばいいとか、こう都合がいいんですけど、こう押さえてしまうとガチャってこうなんかバタ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 しちゃうんで、効率よくコードがいけるように考えるといいと思います。はい、続きまして、あと何やってないっけ。あ、Dm7、 今じゃあ今確認する CFAmG7 でしょ。 G7 と E7 と Em7 は3兄弟だって話をしました。そして D7 と Em7 は段違いだって話をしました。はい、これでもうみんな兄弟、人類みんな兄弟みたいなもんでですね。はい、で Dm、 これ Dm よく見てください。この考え方ですね。 F に3弦の2フレットが1個足されてると考えてください。すなわちですね、これ分かりやすく言うと、これを隠したら F になるんですよ。これね、同じでしょ、これとこれ、ここ1個足すだけです。そういう風にね、コードは全部親戚とか兄弟とか、そういうイメージで覚えると覚えやすくなると思います。そしてですね、この Fm ちょっと押さえづらいですね。これはですね、どこで出てくるかというとですね、曲の中でですね、ブレーキいっぱい握りしめてゆっくりゆっくり上がってく下ってくか、はい、ゆっくりゆっくり下って、これできたらかっこいいですけど、これちょっと押さえるのは難儀するんで、あの F のままでも十分かっこいいと思います。先ほどはですね、最初のところは普通の F だけでやりました。後半は Fm やりましたけどね。で Fm の押さえ方はですね、ちょっともう一回見ましょうか。ここですね、これ、はい、はい、場所はですね、ここ C 押さえると1弦の3フレットと、こことここなんですよ。こうこうこうですね。これは押さえてませんよ。小指とこれとこれ、こういうフォームになりますね。これが教科書通りっていうか、まあ一般的だと思いますけど、私の場合はね、親指で上を押さえちゃうんですよ。そうそう、こういうことですね。小指で1弦の3フレット、人差し指でギュッ、これでもいい。まあ何でもいいです、これでもいいし。ただしこれちょっと初心者の人はパッと動かせられないと思うんで、 Fm 無視で F だけでやっちゃっていいと思いますよ。イントロの解説ですね。イントロにね、ダランダランダ、見てください、1弦とダランダランダランダ、ちょっと小技ですけどね。ただの C を弾くんじゃなくて、ドロン、この音を入れる、こんなような響きが入ってるんですよ。アルバムバージョンだとね、これ結構いいかなと思って、その次にね、 CFAmG7 っていうコード進行なんですけど、ここのかっこいいアレンジとしてはですね、 C を押さえたまま、1弦の3フレットを全部押さえたままコードを動かします。私の場合ちょっと小指で1弦の3フレットを押さえてましたけど、最初 C だからこのままですよね。次 F はですね、ここ押さえたまま F を押さえちゃうんです。こうです、わかります。はい、1弦の3フレットを押さえたまま F を押さえる。その次 Am ですね。 Am は上1本ですけど、ここも C を押さえたまま、 G7 も本当はこうですけど、1弦の3フレットを押さえたままずっと C の音がどっかで流れてる中でコードが変わっていくって、そういうイメージです。だから C、C、F、F、Am、Am、G7、聴いてくださいね。はい、この響きがずっと流れてる、そういうなんかコード感があるイントロがすごい印象深かったんで、こういうアレンジにしました。はい、これちょっとチャレンジしてみてください。指は結構都合がいいんですよ。Am、はい、ただここずっと押さえてるっていう、それだけなんでね。はい、であとは決めがジャンズジャツジャーン、ジャンズジャツジャーン、これはまあ16ビートなんで、初心者の人はジャンジャンジャーン、ジャンジャンジャンでいいと思いますけどね。はい、それがイントロのかっこいいところで、あとはもうかっこよくノリノリのキレキレの16ビートができると思うんですけど、16ビートの練習したい人はここら辺にまたリンクを貼ります。16ビート徹底練習みたいなところ探して出してくれて、上部の方にありますんで、いろいろ動画ありますんで、それを見てくださいね。でこの曲の一番の特徴はですね、B メロに行くところにですね、拍数がちょっとね仕掛けがあるっていうか、なんて言うんでしょうかね、ややこしいところがあります。2拍余計に足されてるんですよ。ちょっとそこやってみますね。みんな夏が来たって浮かれ気分なのにのとこです。みんな夏が来たって浮かれ気分なのに、君は一人さえない顔をしてる。次です。そうだ、君に見せたいものがあるんだ。1、2、1、2で、今の分かりました？ C がない、2個しか弾かないんです。2拍しか弾かないんです。ちょっとコードだけ弾きますね。そうだ、君に F。次 G7。1、2、3。
かりましたかね。 C200 分1、2の分余計に入ってるんです。表紙が変わる変拍子みたいな、変拍子っていうんでしょうかね、ちょっと尺が変わってるんですよ。そこにちょっと仕掛けがあります。ちょっとあの弾いてみますね。もう一回そうだ君にからやります。そうだ君に見せたいものがあるんだ、大きい1234 1234 1234。ここがちょっとね理解するの難しいかもしれません。ちょっともう一回やってみます。今度はカウントなしで歌だけでやりますね。そうだ君に見せたいものがあるんだ、大きな5時半の夕焼け、子供の頃と同じように。はい、ちょっとねなんかあれって感じしません？この C を200入れるっていうところですね。見せたいものがあるんだ、大きな、この大きなのところに C が2つ足されます。なんで1ブロック4つのところなんだけど、ここだけ2つある。ここだけちょっと注意点ですね。まあ何回も何回もこれに合わせてください。もう一回やりますよ。そうだ君に見せたいものがあるんだ、大きな5時半の夕焼け、横子供の頃の同じ。はい、ここがちょっとややこしいところかなっていうところですね。はい、ひとまずこれで動画の解説はまあ終わりなので、次はですね、じゃあ初心者様向けの4ビート超簡単バージョンでやってみたいと思いますよ。では前奏なしの歌からいきます。はい、1、2、3、4。駐車場の猫はあくびをしながら、今日も一日を過ごしてゆく、何も変わらない穏やかな街並み、2、3、4。みんな夏が来たって浮かれ気分なのに、冴えない顔をしてるね。そうだ君に見せたいものがあるんだ、大きな5時半の夕焼け、子供の頃と同じように、海も空も雲も僕らでさえも、そう方だとまたちょっと曲の雰囲気が変わりますね。ゆったり聴かせたいときはこういうのもいいですけどね。あの一個のアイデアですよ。最近私の動画に上げたレゲエバージョンというのもできますからね。駐車場の猫は首をしながら、今日も一日を過ごしていく、何も変わらない穏やかな街並み、いろいろできます。はい。もうね、右手のリズムはいろいろ深いんで、いろんなアレンジも楽しめると思うんですけどもね。まあこんな感じで、ゆずの夏色をウクレレでやってみました。もう夏はこれやりましょう。ちょっと、トリックっていうかね、仕掛けがありますけれども、そこだけクリアすれば、コード自体はあまり難しくないと思います。どんどん弾いていきましょう。はい。ガズレレのガズでございました。もろ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 、よろしくお願いします。
さよならバイバイ。あ、7月23日に錦糸町のシルクロードカフェで、ガズレレのイベントをやるんで、みんなでワイワイやりませんか。ウクレレ持って夜8時錦糸町北口シルクロードカフェ、ぜひぜひお待ちしてます。さよならバイバイ。